3万です。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは、おうち風コースターです。窓の部分をパッチワークしています。以前ご紹介させていただいたおうち風鍋敷きとお揃いで作るとカラフルでとても可愛いと思います。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧ください。おうちコースターの材料紹介します。表地の屋根の部分は縦6センチ、横幅12センチです。表地の下の部分は縦8センチ、横幅12センチです。窓はパッチワークします。縦3センチ、横幅4センチのサイズを4枚ご用意ください。窓には接着芯を貼ります。接着芯は縦4センチ、横幅6センチを1枚ご用意ください。裏地は縦12センチ、横幅12センチです。表地の屋根の部分と下の部分を縫い合わせます。中表に合わせます。縫い代1センチで縫います。縫い代をアイロンで割ります。窓部分をパッチワークします。それぞれ左のパーツ、右のパーツを縫い合わせます。中表に合わせます。縫い代1センチで縫います。縫い代をアイロンで割ります。左のパーツと右のパーツを縫い合わせます。中表に合わせます。生地の切り替え部分はずれないように合わせてください。縫い代1センチで縫います。縫い代をアイロンで割ります。縫い代をアイロンで割りましたら、接着芯を貼ります。それでは窓部分を縫い付けます。パッチワークしていますので、少し端が綺麗でない場合、カットして形を綺麗に整えます。表地を半分に折り中心に印をつけます。そしてこの中心から下に1センチのところに窓部分の中心の部分を合わせます。この生地の切り替え部分から1センチ下のところに合わせました。待ち針で留めましたら、窓の部分の周りを家庭用ミシンでジグザグミシンをかけて縫い付けます。それでは家庭用ミシンでジグザグミシンをかけます。
表地と裏地を縫い合わせます。まず表地に屋根の線を引きます。半分に折って中央に印をつけます。中央から下に1センチのところに印をつけます。そして生地の切り替え部分から両端から1センチのところに印をつけます。印と印を線でつなぎます。こちらが屋根の線になります。そうしましたら表地と裏地を中表に合わせます。中表に合わせましたらそこに5センチの返し口を開けて縫い代1センチで縫います。そして屋根の部分は引いた線の上を縫います。屋根の部分を縫い代1センチでカットして角を斜めにカットします。返し口より表に返します。角は棒や目打ちを使ってきれいに出します。アイロンで形をきれいに整えます。アイロンで整えましたら、返し口は手縫いでまつっていただいてもいいですし、周りを端ステッチしていただいてもどちらでも大丈夫です。今回は返し口を手縫いでまつります。こちらで完成です。おうち風コースターが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございます。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。